とあるプログラミングコンテストの7分の5を3分で解説するぜ。問題 A、N 枚のカードの山があり、各カードに書かれた番号が上から順に入力される。整数形も入力され、一番下の K 枚を、そのまま一番上に移す。この時点でのカード番号を上から順に出力しろ。一番下の K 枚ってのは、上から N-K たす一番目以降だね。この後ろに残りをくっつけるよ。配列を実際にいじらずに出力順だけ変えてもいいぜ。この問題に限らず、コードのコピーは説明欄からどうぞ。問題 B、N 個の整数が並んでいる。0以上の数が2個以上ある限り、次の手順を繰り返す。まず、大きい順にソートし、続いて先頭の2つの数から1ずつ引く。この手順を何周すると終わるか？ N は100以下、各要素も100以下。これは言われた通りにやるとしか言えないかも。毎回全部ソートするのは非効率的なようだが、長さ100の配列を5000回ソートするのは何も問題ないぜ。問題 C、N 体のモンスターと順に戦う。各モンスターには体力が定まっている。戦うといっても、こちらが攻撃するだけ。基本的に1回1ダメージで、3の倍数回目には3ダメージの強攻撃が出る。全員の体力を0以下にするのに合計で何回かかるか？モンスターは最大20万体、それぞれの体力は最大10億。体力がインフレしてて、実際にやってみる、はダメだね。言語によるが、体力10億のを2秒で1体倒せるか怪しいぜ。でも、どのタイミングからでも3回で5ダメージだから、3回セットを何回やるかは割り算で計算して、体力4以下になったらシミュレーション、でいいね。問題例、N 頂点の木があり、いくつかの頂点が指定される。指定された頂点を全て含む部分木の最小の頂点数を求めろ。頂点数は最大20万、指定される頂点の個数は特に制約なし。とりあえず、適当なとこから深さ優先探索して、ここより下に赤頂点が何個あるか、を全部計算するよ。多分再帰関数でボトムアップにやるのが楽だぜ。これが0のとこはいらなくて、全部揃ったとこより上もいらなくて、他は必要だね。問題 F。あれ、一つ飛んだような。アンナとブルーノが勝負をする。誰？長さ N の整数の列が使われる。アリスから初めて交互にターンが回る。各ターンでは、数を一つ選び、その数の約数のうちどれかと置き換える。同じ数のままにすることはできない。そのうち全部1になって何もできなくなる？そのプレイヤーの負け。二人とも完璧にプレイしたらどっちが勝つ？数列の長さも各要素も最大10万。約数とか言うと難しいから、数を素因数分解して、素因数のボールの山を作ってみるよ。そしたら、約数に変えるってのは、実は一つの山からボールを好きなだけ取るってだけだね。だから素因数の種類は無視してよくて、ただの石取りゲームをやれば OK。ただの石取りゲームはニムって名前で、結論だけ言うと山の石の数の X はが0の時だけ後手必勝だぜ。ご視聴ありがとうございました。